もしも光がまたおいらに当たるならそれをどんなに待ってるさ。ずっと前のことだけれど、その光に気づいていたのだが、逃しただけさ。だけど再びいつの日にか、あの光がおいらを照らすだろう。あの光、そいつは古びた街のガストでもなく、月明かりでもない。オーライでなく、ろうそくの火じゃない。まして太陽の光じゃないさ。